現在の三沼通船ボリッチズ芝川、三沼大洋水との位置関係三沼通船線堀は、三沼大洋水と芝川とを結ぶ、黄門式運河である。1731年に作られた。江戸時代後期から、明治時代の内陸水運で重要な役割を果たした。堀全体で4つの石を持ち、黄門式運河では、日本最古の部類に入る。 昭和初期以降から使用されておらず、現在は埼玉市緑区にその復元された遺構が残る。1982年、国の史跡に指定された。昭和初年の頃の三沼マ通船堀東園1728年に改作された三沼大用水は、神殿の打ち出しのため考え用のため池であった三沼ためいの代わりとして利根川から引かれた用水路である。用水路は、 水田等の灌え目的であったが、利根川と荒川の中間あたりを流れており、年貢米などを江戸に運ぶ水路としても有用であった。1730年に、神殿の打ち出しに貢献があった鈴木屋及び高田家の願い出により、水運利用が許可された。しかし、用水路は江戸まで直接つながっていないため、江戸市中を流れていた隅田川に注ぐ芝川と、大用水とを結ぶ。 必要性があった。一方、日本の用水路は芝川より数百メートル程度しか離れていないが、標高で約3メートルほど高い位置を流れており、直接運河を掘っても水流のため船を通すことが困難であった。このため、訪問式の運河が必要であった。通船堀は、見沼大用水の建設にあたった、環状銀未約格の意。 沢見聡兵為長が1731年に不審を指揮して行われた。通船堀は八丁亭と呼ばれた場所に設けられた。この付近の見沼大洋水は柴川を挟むように見沼大洋水桃園と見沼大洋水生園の2本が流れているが柴川からそれぞれに対して桃園通り船堀と生園通線掘堀が改作された。本とも構造的には 際は、ほとんどなく、東西とも二つの肛門が設置された。東園から西園までの堀の全長は、約700メートル程度である。肛門式運河は、運河を結ぶに天間の水位が異なる場合、途中に水門を設けて、そこで水位を調整して船を通過させるものである。同方式のものでは、太平洋と大西洋を結ぶパナマ運河が、有名である。肛門式運河の歴史は古く、 中国では14世紀頃の岩潮時代に作られ、ヨーロッパでは15世紀頃から存在していた。ミヌマツーセンホリも技術的には、それらと比べても遜色のないものであった。肛門のことを石と呼び、芝川に近い石を一の石、大洋水川に近い石を二の石と呼称した。肛門の構造は4つともほとんど同じ構造であった。門の設置された場所の底面は、 粘土で突き固められ、そこに杭が打ち込まれ、さらにその上に、底板が全面に貼り付けられていた。側面も板得意で全面が囲まれていた。肛門の中心には、鳥居柱と呼ばれた欅の角材が門柱として設置されていた。この門柱の上流側に、角落ち板と呼ばれる平板を積み上げて、水を溜めたり、板を抜いて排水したりして、水調節を行った。 角落チータの大きさは、幅が約18センチメートル、長さ約3.3メートルだったと言われている。角落チータは、角間で10枚から12枚程度使用された。角落チータは、約18センチメートルの幅であるため、水位を1.8メートルから2.1メートル程度まで上げることができた。席の中の水位を下げるとき、この角落チータを、 両側から針のついた長い棒で一枚ずつ引き上げて、席から抜き取ることで行っていた。この作業は、枠抜きと呼ばれ、熟練を要したと考えられている。角落ち板は、前述の鳥居柱の門中に、水圧で押し付けて固定された。大きな板が使われなかったのは、大きな水圧により、少人数での取り扱いが難しくなるためである。通船堀を使った船の運航は、 江戸期には10月末から翌年の悲岸頃まで明治期以降は12月から2月までの冬の農間期だけであった。したがって冬に通船りを使用する期間は大洋水から通り船堀側に水が流れるように大洋水を仮仕きりで封鎖した。逆に通船りを使用しない農間期においては通船りに水が流れないように 通船堀を仮仕切りで封鎖した。それぞれの仮仕切りは土俵を積み上げて作られた。江戸からの船が見沼通船堀を抜ける場合、芝川の通り船堀近くの八丁堤に会所が設けられ、そこに船をつけた。江戸から芝川を登る時刻は、労力の軽減を図るため、江戸湾の潮位が満ちてくる時間に合わせられたので、一定しなかった。八丁会所に着いた船は、 岸から太い綱で引かれ、一の席へ引き入れられた。船を上流に向かわせるのは、自力では困難であったため、見沼通船堀に引き入れるには、人力が使われた。一席につき二十人程度の労力が必要であった。船が一の席に入ると、一の席の角をチータがはめ込まれて、館内に水をためすイオニの席が通過できるようになるまで上昇させた。 同時に二の席の角落ち板が外されて、船を二の席の中に引き入れた。船が二の席に入ると、二の席の角落ち板が入れられ、水位が上がり、見沼大洋水へと船を引き入れた。大洋水側から江戸へ向かう船は、逆に二の席、一の席の順に、角落ち板を一枚ずつ外して、水位を下げて、芝川へ向かった。 一の席と二の席の中間には船だまりと呼ばれる場所があり、ここで上りと下りの船の行き違いや、席の開閉や、水位の調整のための待機が行われた。一つの席で水を溜めるのに40分から50分程度かかり、一層の船が通船堀を通過するのには、1時間半から2時間程度を要したと言われている。また、 江戸から見沼通船堀までは3日程度かかったと言われている。桃園1の関桃園2の関聖園1の関1960年11月4日、見沼通船堀は県立安行武南自然公園の区域に指定された。また、1994年から1997年にかけて第一次史跡整備工事として、石の復元が行われた。 2006年現在、東園の1の席、2の席と西園の1の席が復元されている。復元から20年が経ち、低塔の崩落や整備箇所の劣化が進んできたため、2016年から再整備工事が開始され、2019年に、東園の工事を終了した。2021年より、西園の再整備工事に入ることになっている。現在、年に一度に、 石の角落ち板を実際に使用した水調整の実演が公開されている。ただし、再整備工事の期間中は実演を行わず、工事の現況を報告する現地説明会を開催した。工事の終了を受けて、2019年から水調整の実演を再開した。なお、2002年、通線関係者の進行を集めた水人社、基礎料の藤塚が、 史跡の追加指定を受けた。AB 埼玉県の自然公園埼玉県ホームページ2015年3月15日閲覧。AB 国指定史跡見沼通り船堀公門開閉実演を中止します埼玉市2016年8月17日閲覧。基礎料の藤塚ピアニッシも26から27川口市2016年8月17日閲覧。 ありがとうございます。